誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め従軍記者バルザン、その正体は連合防衛軍の特殊工作員だった。テッカマンの解析データを手に入れるべく活動を開始した彼は、偽の情報を流して D ボーイたちを出動させ、スペースナイツ基地を捜索する。そしてついにフリーマンのシークレットルームを発見するが、待ち受けていたフリーマンは自ら解析データをバルザックに渡した。その不可解な行動に疑問を抱きながら、バルザックは基地を後にするのだった。彼女、ヒゲがない俺ってなかなか活かすだろ。モニターレンズは0コンマ2ルクス。自動焦点追跡機能はもちろん、各ユニットの脱着稼働性能も問題はありません。ご覧のようにシミュレーションのデータからもパワードスーツの有効性が立証されました。うん。完成が待ち遠しいわい。で、バルザック少佐が持ち帰ったテッカマンブレードのデータから得た半物質素粒子フェルミオンの実用化の方はどうなっている？そちらの方も完成まであとわずかです。よろしい。我々はついに対ラダム用の最高の兵器を手にすることができるのだ。肝心のフェルミオンを製造する粒子加速器はその後どうなっていますか？問題はそれだ。
ラダムの連中はフェルミオンの匂いを嗅ぎつけると蜜にたかる蜂のようにやってきて破壊しおる。だが心配するな、ドクター・マルロ。手は打ってある。やめろ、やめるんだ、ディボイ。お願い、私たち今まで一緒にやってきた仲間じゃない。お早いお月だこと、ノアル。では簡潔に話をしよう。君たちにテキサスへ向かってもらいたい。テキサス？そうだ、ミリ。なんだこりゃ。レトロもトロトロじゃない。これは21世紀に作られた反物質を製造する粒子加速器だ。反物質？そんなものを何に使用するんですか？それにしてもバカでかいな。当時はこんな大規模な施設を使わなけりゃ反物質を製造できなかったのか。しばらく使用されていなかったが、現在は軍が徴用して再び稼働している。だが何分にも施設が古いために自動防衛システムが使い物にならない。無理ないわね、こんなにボロッコいんじゃ。反物質の作り出す巨大なエネルギーに惹かれ、ラダムが奪いに来る可能性は極めて高い。君たちの任務はこの施設をラダムの攻撃から守ることだ。ノアル、アキ、ディボーイはブルーアース号でラダムの襲撃に備えろ。ミリーは本部にて待機。レビン、ホンダは現地の自動防衛システムを使用可能にすること。以上だ。ラウサ、ディボーイ、ほら行くぞ。ディボーイ、まだ目が覚めないの？まだこの間のことが気になってるのかしら。不安なのだろう。いつまた自分が暴走するのかと思って。だがディボーイよ、お前は戦うしかない。好むと好まざるとに関わらず。偶然とはいえ、こんな近くに俺たちのふるさとがあるとはね。ここまで匂ってくるようだぜ。懐かしいスラムの匂いがよ。そうさ、私も研究が思うように進まないときにはいつもここにやってきて、あのスラムを眺める。するとスラムの匂いが蘇ってヘドが出そうになる。また研究に没頭できるって寸法さ。世界中がラダムのものになっても、あのスラムだけは残しておいてほしいもんだな。
全く懐かしい匂いだ。忘れようったって忘れられるもんじゃない。体の芯まで染みついているんだからな。旦那、えらく衣服着てんじゃねえか。いっぱいおごってくれよ。メイラ、俺だよ。この顔を忘れたってのか。バルザック。思い出したか。よく三人でつるんでたっぱらいをした仲だったよな。そうと、あの頃はマルローが計画を立て、俺が盗みに入った。お前は見張り役専門だったっけな。あれは確か13年前か。早くしろ。この辺りは30分おきにパトカーが巡回してくるんだ。心配ね。おまわりが来たらすぐに合図のベルが鳴るはずさ。どこだ。あそこだ。二人ともあの店の中にいる。ご苦労だった。消えていいぞ。早く行け。許してくれ。あの時は怖くて何が何だか分からなくて。何を怯えてるんだ。私たちはあんたに感謝しているんだよ。そうとも、今の俺たちがあるのもみんなあの時のおかげだぜ。二人とも飢えているな。さすが軍が目をつけていただけある。この世界から抜け出すためには何でもやる目だ。あの男は軍の機密任務に携わっている男だった。どうだ、驚いただろう。俺たちは軍の施設に収容されて様々なテストを受けた。その結果、マルローは IQ が180もあることが分かり、科学班に配属され、俺は盗みのテクニックと度胸を買われて特殊部隊に回されたってわけだ。あんたのおかげで親も兄弟もなく、このスラムでいつも飢え寒さに震えていた私たちの未来が変わったんだ。ああ、そうと。だから遠慮なくやってくれよ。死ぬぜ。おいおい、もう酔っ払っちまったのかい。しょうがねえ野郎だな。だが、あの時俺たちを売った罪は償ってもらわなければな。つくづく運のない男だ。ここで顔を合わさなければまだ生きられたもの。でもおかげで有意義な休暇になったさ。じゃ、ソルテッカマンの完成を祝って。なんだこりゃ、ったく、あちこちガザが来てるじゃないか。見て見て、こんなに古いチップ使ってるわよ。いちいち驚いてちゃキリがねえよ。自動防衛システムはまだ修理できない？なんせ部品が製造中止のものばかりだからな。あと2時間はかかるな。軍も来てくれるそうだから、その2時間が勝負ってわけか。
ええ、いっぺんに他方面から襲撃されたら持ちこたえられるかどうか。まあこっちも大急ぎでやってるから、なんとかそれまで踏ん張ってくれよ。頼んだよ。頼んだわよ、ディーボーイ。私応援してるから。浮かない顔ね。もし、もし俺がこの前のように自分自身を見失ったら、暴走を始めたら、すぐに逃げろ。ディーボーイ、ありがとうよ。その忠告はしっかり頭に叩き込んどくぜ。静かだな。嵐の前の静けさってやつかな。ラダムと思われる飛行物体多数こちらに接近中。来た。こちらブルーアース号、ラダム発見。ラダム発見。迎撃態勢に入ります。迎撃態勢に入ります。以上。来たか。頑張ってね、ディーボーイ。大丈夫なんだから。さあ、間に合わなかったか。手動でなら北側の対空砲だけは使えるわ。よし、ここはお前に任せたわよ。ねえ、おじさま。おじさまだと。くさったい。頼むぜ、ディーボーイ。何してんだ、早く行くんだ。ヤットサンタちゃんすぐそこまで迫ってんだぜ。ディーボーイ、テッカマンになって出動して。うわあ！あいにく迷ってる暇はないんだ。お前がここに残ってたって何にもならねえんだよ。ディーボーイ、しっかりして。テイクセット。遅いわよ、ブレード。ウォリアレトロの対空砲だって吹っ飛ばすくらいできるのよ。私のブレードを傷物にしたら承知しないんだから。やーちゃー、レビン無茶するなよ。それ以上撃つとイカれちまうぞ。許さないんだから。ちょっと、なんなのよ一体。ディーボーイの動きがおかしいわ。迷うな、命取りだぜ。
ないのか。おい、エビ、どうした。なんだ、あいつは。ソルテッカマンとして栄光への階段を上るバルザックだが、その果てに悲劇は待ち受ける。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、栄光への代償、仮面の下の涙を拭え。